どうも、ジュアルです。今から、ナチュラルドクトリンというゲームを、実況、始めていきたいと思います。これはプレステ4のゲームで、プレステ4ね、発売日に買ってたんですけど、今回が初めてのプレイです、プレステ4で。で、ナチュラルドクトリンどんなゲームかっていうと、あんまよくわかってないんですけど、とりあえずシミュレーション RPG ですね。シミュレーション RPG でかなり難しいみたいです。僕はシミュレーション RPG は、ファイアエンブレムとか、ディスガイアとか、タクティクスオーガとかね。ファイナルファンタジーのなんかシミュレーション RPG とか。まあ、そういうのやってきたことあるんですが、まあ、とりあえず、難しいみたいなんで、ちょっと楽しんでやっていこうかなと思います。画質やばいな、プレステ4。シングル。ウィン。ニューゲーム。難易度選んでください。難易度はオプションからいつでも変更可能です。めちゃくちゃ難しいっていうのをね、情報があるんで、イージーでも結構難しいらしいんですけど、まあまあ、ここはよくわからない。ノーマルで言っときます、最初はもう。まあ、ハードはね、ちょっとね、多分やばいと思うんで。まあ、とりあえずノーマルから、やってみます。クライン遺跡。さあ、この遺跡が最後の課題だ。お前さんたちの運命とやら、見せてもらおうか。ああ。遺跡の。おー、なんかシミュレーションRPGRPG っぽくないぞ。いよいよ俺たちの実力を見たいってわけか。ふーん、それがゴブリン狩りってわけ。それもそんな難しくないそうですね。見せてくれ。さあ、時間を無駄にするなよ。なるほど。どうした、ワシリ。リーフってば、こっち来て。チュートリアルで移動してください。行くぞ。おー、なるほどなるほど。何か見つけたのか。まあね、あれを見てよ。おー、すげえ、これシミュレーション RPG っぽくないな。なんだ。おお、ゴブリン。もう、なんだじゃないよ。イフってば。これ主人公なんかアイクみたいな。さあ、バッチリゴブリンの対峙しよう。ちょっとどんどんでかいな。バッチリゴブリンを対峙せよ。ゴブリンターゲットしてください。発見。なるほどなるほど。凡庸攻撃。そうね、突撃。私にも連携来たよ。連携。連携すれば一斉攻撃できます。私も一緒に攻撃しちゃう。行くよ。そうだ。連携すれば戦術力が形成されるぞ。ほうほうほう。連携。連携による一斉攻撃を仕掛けると。戦術リンクによる連携効果が発生します。よし、戦術リンクを確認したら攻撃を開始しろ。なるほど。攻めるぞ。おーおーおー、いいね。で、おーおー、2回攻撃。おー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 、めっちゃ攻撃する。やばいやばいやばい。何回攻撃すんねんこれ。攻撃回数めっちゃ多いな。あ、まだ俺めっちゃおるやん。お前さんたち、俺の分も少し残しておけよ。お、こいつめっちゃ強そう。真打登場ってか。やだ、現役の時の血が騒いじゃった。雇用契約前にやられないでくれ。これファイアエンブレムとかジェイガーみたいなもんやな。パラディン系のやつやな、これは。言ってくれる。なるほど。安心だな。こいつ絶対強いやろ。次、ゴブリンは奥にまだ何匹か残ってるはずだ。なんだか火ついちゃった。三匹残り。仕込みのお寺に拝見ってやつだ。まあ、こいつら弱いやろ、さすがに。来た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 ー。オートターゲットで敵を順番にトグルします。何度か三角ボタン押してください。おーおお、なるほどなるほど。おお、すげえすげえすげえ。よし、任せろ。任せろ。連携だ。連携だ。連携ターゲットまで直前のターゲットが維持されます。前線で一斉攻撃、一気に決めるぞ。あ、ここかここか、なるほどなるほど。私も連携さんに来た。おお、3人で一斉攻撃しちゃう。なるほどね、連携が大事っぽいな。これ鶴橋ダメージ 7×5 強っ。5回攻撃、これ強し。よし、それぞれの相対距離を広く取って布陣した方が、戦術リンクが長く、なるほどなるほどなるほど。得られるぞ。あ、なるほどね。そうね、
近すぎると戦術リンクが。あ、じゃあ遠く行った方がいいってことか。注意しないとだよね。うん。なるほどね。キャラ同士の感覚が2メートル以下だと戦術リンクが結ばれる連携も効果もありません。これでキャンセルできるから。ほう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 。納得がいく陣形で攻撃するといいだろう。なるほどな。なるほどね。これでまずこう行って、よし、分かった。あ、遠く行った方がいいな。よし、行くよ。お、デルタアタック。どっちの方がいいな。遠くの方がいいんかな。こっちの方がいいんかな。お、ダメージプラス、あ、69。あ、遠い方が絶対プラス70。なるほど。行くぞ、みんな。見てみて。強し。強い、こいつ強い。43。てい。やばいやばい、こいつやばい。大剣やばい。おおお、かわすかわすかわす。G クリンで。名前までかっこいい。甘いわ。甘いわ。おお。いや、それはどうかな。ボスか。奥にまだ気配がある。おもろいなこれ結構。よく動くのは口先だけではなさそうですね。お。安心しました。けれど、そうね。藤子みたいな人だぞ。どうかしら。なんなのなんなの。ちょっとあなたは随分と優雅なご登場ね。どちら様。ああ、こらこら。事情は後で話すが。そうだな。この先は。この先は彼女。安価と行け。安価さん。じゃあ。この壁を爆破するわ。お、鉄砲やばいやばい。鉄砲。壁が割るんやなこれ。私の葉っぱなら壊せますね。もろそうな壁。あ、すげえなこれ。壁とか割ったりするんや。葉っぱ。焦点射撃。定点か。もうわからん。回復薬。連携条件同一対象。やば。葉っぱ。吹き飛びなさい。吹き飛びなさい。お前鉄砲で撃つんちゃうんかよ。手榴弾。周囲の状況を的確に判断することも。なるほど。ワークマンの護衛には大切です。育て視点を引っ込んできます。 R1 ボタンを2回押して。 TPS 視点。行動開拓者なのか。おお。ええ、そう。なるほど。行動護衛士であるあなたたちベーゲルイエーガーを雇う立場になるだね。そうか。なるほどね。そういうことか。上のやつがアイコンか。何がそういうことだかしかもわかんないんですけど。つまり彼女がこの雇用試験のクライアントさんってわけだな。マジで。何それ。めっちゃ動けるやんこれ。結構移動できますね。縦防御。あ、これか。この先は上層階に行ける階段があるよ。なるほどね。これで地形を確認できるよね。オートターゲット当ててみせます。あ、オートターゲット一緒に攻めるぞ。強っ。めっちゃ遠くまで攻撃できるやんこれ。強し。ドンドンドン。強っ。しかも結構威力高い。鉄砲強えな。リザーブリザーブ。どういうことどういうこと。素早い連撃。やるのか。なるほどなるほどなるほど。おーおー、弱い。こいつめっちゃ弱いぞ。1ダメージ。攻撃回数でめっちゃ多いな。5回攻撃が基本なんか。味方のイニシアチブはバシリーが最後です。敵の猛攻が予想されます。前線してイフと防衛線を築きましょう。あ、前防御しとったからあれやったんかな。こいつと防衛線を築くと。なるほど。防衛線を築くと。あんたの武器は銃なのか。ええ、だから後方援護が基本です。なるほどね。専門職でも嫌です。銃が専門じゃないって。スイゼイ撃破ゴブリン。ワーグマンとしての計算と商談よ。おお、勝手に言ってくれた。戦闘では薬などで回復や支援もできるわ。つえ、なんかレベルアップしたかな。器用貧乏って言わない。まだ今やちよくわからんけど、まあチュートリアルはまあ簡単ですね。
とても汚いなりをしているけど、鉱石を取って結構移動するな、こいつ一撃で。やだやだ、ゴキブリみたいに気色悪いし、任務でなきゃ絶対に勝たない。反撃、反撃強し。目が合えば襲ってくるから。あいつら人間も嫌ってるのか。なるほどな、激破するし。あとこっちだけやろ。私も私も。あ、なるほど、こっちの。あ、なるほど、続きます。人間が連携して一斉攻撃する。その戦術力の形に一斉攻撃効果が発動するの。あ、当たってない、当たってない。あ、なるほど、壁が私のターンね。あ、そういうのあるんか。なるほどな、行くぞ。オッケー、クリア。まだおるんかい。結構おるな。縦防御。なるほどね、がっちり固めてきた。2階に到着。まあ、とりあえずこいつか。この遺跡にいるゴブリンはこいつらで最後みたいな。よし、25か。さっさと片付けて、で、雇用試験とやらを終わらせようか。当ててみせます。この移動範囲のエグさね。お、なんかあったぞ。あ、これや。一緒に攻めるぞ。一緒に攻めるぞ。ああ、おっとっとっと。おお、強い。こいつだいぶ強いな。見て見て。何？おい。剣で受け流した。なかなかこいつかわすな。はい、いけ、倒せ。よし、倒した。オッケー。大したことないよ。よし、よし、宝箱ゲットやな、これで。ジーク、見てるか。ジーク、見てるか。この遺跡のゴブリンたちは全て殲滅したぞ。なんとなく分かってきたけど、の宝箱もゲット済み。最初はチュートリアルなんでね。あいつら、まあ、これはまあまあ、無駄にはしゃぎやがって。だいぶ簡単だな。そこでおとなしく待ってろ。イフさん、バシリーさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。見事な戦い方です。腕は確かね、賞賛に値します。呼び捨てで構わない。ただ結構自由度が高そうな感じなんで。また苦しいのは抜きで。いちいち上から目線。ちょっとむずそうな感じはあるけど。そう、褒められてる気が全然しないんだけど。少し教育が必要かもしれないけど、でーでー、これからもよろしくお願いすれば。これからも、別にここからなんてないよ。うん、二人ともよくやった。こいつだいぶ強いな。よーし、戦利品を確保して。戦利品を確保して撤収するとしよう。まあまあ大体わかりました。撤収。大体わかった。はい、宝箱を確認するわね。何が入ってるの？Lスティックで。お楽しみ。卑しいゴブリンだから金込んだ。あ、これか。貴重なプルトン鉱石。宝箱にアクション。お、武器。ロングソード、プルトン 0.6g。プルトン。プルトンって確かあれじゃん。ワンピース出てくる。結構やばい。核兵器じゃん、プルトン。考えてみれば、相手がアジン種や化け物でなければ、俺らも同等団みたいなものだな。ちょ、何言ってんの？バッチーゴブリンなんて、退治して当然でしょ？遺跡ゴブリン、ゴブリンの言われよ。空気を吸ってるってだけでぶち殺してやりたくなるわよ。ああ、やだやだ。お取り込み中いいかしら。宝箱が開いたわ。中身も。よし、任務完了だな。ゲームクリア。なるほどね。お、連携校 104% SSS 連続イニシアチブ C。 あ、でもランク S やん。まあそりゃそうか。射撃ダメージ AA、 近接ダメージ A、 射撃による応射回数 1E、 プルトン獲得量消費量 E。あー、よくわからんけど、まあ、ん？撃破した数。ゴブリンの甲府、ゴブリンの見張り、ゴブリンの戦士、ゴブリンの重視。なるほどね。オッケー。ランクとかやっぱあるんか。じゃあランク S 取っていくべきですね、やっぱね、やるなら。ジークリンデさん、クリアー。おー、なんかシミュレーション RPG っぽくなってた。何度も言ってるが、ジークでいい。それに、お前の父親には借りがある。一気に二つできたな。するな。なんだよ借りって。知り合いなの？ニエル川の。
クラン遺跡、ニエル川、パイシーズコード、アスヤット、結構出てきたな。そうだな、若きリーダーが譲渡の市民権を求め、パッと見でもまあ開拓旅団の後継ぎに、これかやっぱ編成画面。おお、ロングソード装備しとくべきやろ。あ、攻撃回数が減るんやな。4回攻撃。あ、でもこっちの方が明らか強いな。レベル2。経験値。ヒットポイント。なんかないんかな。こいつ強いやな。ハンターライフル。ハンターライフルだいぶ強くないか。あ、でも2回攻撃なんかこれは。こいつは攻撃回数3回。強し。攻撃回数3回。ツバイハンダー。ツバイヘンダーがダークソウル2であったけど、ツバイハンダー。こいつ強いな。こいつヒロインか。ショートソード。まあ、一緒の武器。あ、ショートソード。あ、こいつの方が攻撃回数多いな。あ、これもしかしてあれか。速さで、敏捷が高ければ行動回数が増えて、みたいなやつがあるんか。あ、なるほど。まあ、ファイアンブレも一緒ですね、そこはね。すみません。ご挨拶が遅れました。アンカと言います。よろしくお願いします。さっき言ってんから俺が足抜けした後世話になった開拓旅団の、まあ、とりあえずじゃあこのちょっと会話ちょっと聞いておきます。コマンドメディックの見習いだ。コマンドメディックの見習いだ。つまりアンカが俺たちの雇い主ってわけか。なるほどね。ここ行動開拓難度 B。 この子が私たちの雇い主ですね。 C。 お前、あ、これ敵じゃないかな。ついてなかったか。なんでよ。と言ってみよう。どういうこと。俺たちは護衛士だからな。雇い主である。あ、なんもなかった。あーな、あ、次ここか。ランク C で、次 B か。まあ、B はちょっとヤバそうやな。これは少し危険を味わいたい。駆け出しバーグマンならきっと痛い目に遭わせてもらうこと間違いなし。入念な準備こそがあなたの生命を守ります。威厳とか凄みとか実力とかさ。小さなゴブリン行動、素人上がりのバーグマン初心者にお似合いだ。だが効率よく成果を、効果を上げたければ、無理な深追いはしないと心しておくべき。何でも姉さんと比較。行ってみよう。でででででで。いやー、初めてのマップですね。初めてのエリア。パイシーズ行動。行くぞ。おー、いきなり始まる？ん？敵は？敵結構おるな。あー、敵めっちゃ多いな。なるほどなるほどなるほど。扉があって。あー、はいはいはい。これは一方的に行く方がいいから絶対。敵を誘い出した方がいいな、これ。レバー。あ、レバーであの門が開くんか。なるほど。ちょ、一旦これ様子見た方がいいかもな。いや、一気に攻めるか。いや、危ないな。ちょっとここら辺に防衛線張ろう。任せておけ。任せておけ。ん？こいつ防御ないやん。何これ。本営攻撃3。本心の突撃。先制の連撃。こいつ強いな、やっぱ。まあ、こいつちょっと控えとこう。やっぱさっきこいつらレベル上げていかなかった。任せておけ。まあ、こいつは強いけど、とりあえず最初は使わんでよ。あれ？どうやってターン終わるねん。任せておけ。これどうやってこいつターン終了したんや。あ、これか。私も私も。で、こいつは連携組むと。続きます。で、こいつは多分守備弱いから後ろの方を一緒に攻めるぞ。よし、オッケー、オッケー。めっちゃゴブリンおるやん。お、来て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 。結構行動範囲広い。あー、こいつ連携来る？いきなり。もしかして、なるほどなるほど。縦防御ね。はいはいはい。リザーブリザーブリザーブ。あー、鉄砲かこいつ。いや、とりあえず3体くらい倒したい。なるほど、素早い連撃。おお、危ない危ない。ナイス反撃。来やがった。おお、まあ2か。いや、防御大事やなこれ。これ防御してればあんまり食らないですね。ジークリンで強し。おお、10。結構食らうな。ああ、結構やばいやばい。結
結構やばいぞ。こいつは結構しかもかわしよるな、攻撃を。とりあえず最初はやっぱ先制攻撃で倒していくべきやな、やっぱり。お、こっちのさ、ライフなんぼ、ちょっとバシリーさんじゃなくて、こいつ HP 高いやろ。うわ、やばい、 HP 低い、結構 HP 低いやん。行くしかない、こいつ。お、20分、20分消しまった。というわけでちょっと20分消しまったんで、一旦とりあえずここで終わって、次またこの続きからやっていこうと思います、思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。